令和5年5月5日から3日間は CBC テレビが特別番組を送るごちゃんの日。今日は公開生放送の参加者を対象に SDGs について考える展示会が開かれました。フェアトレードのコーヒーを通じて人権問題を考える名古屋の桜花学園高校の取り組みの紹介や、四日市市のウミガメ保存会による絵付け体験、また番組のセットで写真を撮るコーナーが人気を集めていました。楽しかったです。今年はあんまりどこも行けてなかったんで、すごい思い出になりました。こういう体験なかなかできないので楽しくできました。